ラースロー2世は、ハンガリー王国アールパードアサ、および、クロアチアの対立王。6歳の時にラースローは、父のベイラ2世から、ボスニア公の爵位を与えられたが、実際にラースローがボスニアを統治することはなかった。1160年頃にラースローは、弟のイシュトバーンに続いて、コンスタンティノープルに亡命するが、兄のゲーザ2世が没すると2人はハンガリーに帰国した。 彼らの帰国にあたっては、ビザンツ皇帝マヌエル一世、コムネノスの援助があり、マヌエル一世は、ラースローたちをハンガリーへの支配力を拡大する手段として利用した。当初マヌエル一世は、ラースローの弟イシュトバーンの王位の散奪の支援を計画していたが、ハンガリーの貴族は、ラースローの方を選び、ゲーザ二世の後を継いで、 ハンガリー王に即位したラースローのオイ,イ・シュトバーン3世の対立王として擁立した。イ・シュトバーン3世の忠実な支持者であるエステルゴム大司教オルカーチはラースローへの退官を拒否し彼を破門した。1162年7月にラースローはカロチャ大司教未公から退官されるが退官式から6ヶ月以内に没する。1131年に アラドで行われた貴族たちへの報復1131年に、ラースローは、ベーラ盲目王と妻のヘレナの次男として生まれる。ラースローが誕生してから数ヶ月後、ヘレナは彼とラースローの兄ゲーザーを連れて、アラドに行き、ベーラの失明に関与した疑いのある貴族たちの殺害を命令した。1136年に、ベーラ2世の軍隊は、ボスニアに侵入し、 ボスニアでの軍事行動を記念してネレトバ川の支流である小川にちなんだラマの王の称号を使用した。翌1137年にベーラ2世はエステルゴムで行われた貴族聖職者の集会でラースローをボスニアの公に任命した。しかし、ラースローが私的にボスニアを統治することはなく、実際の領地の統治は任命、選出された。 公認の番によって監督されていた。1141年2月13日に、ベーラ2世は母子、ラースローの兄である、ゲーザがハンガリー王位を継承する。最初9年代記では、ゲーザが弟たちに、高領の収入を与えたことが記されているが、ラースローとイシュトバーンが収入を与えられた時期は、明らかにされていない。歴史学者のフェレンツ・マックとグラクリストは、 ゲーザが自分の息子であるイシュトバーンを後継者に指名した1152年頃に起きた出来事だと主張している。1156年、57年にラースローの弟イシュトバーンはゲーザに対する陰謀を企てるが失敗に終わる。イシュトバーンは最初神聖ローマ帝国に保護を求めたがその後ビザンツ帝国に亡命した。ラースローもイシュトバーンに続き1160年頃に コンスタンティノープルに亡命する。ラースローがコンスタンティノープルに出本した原因について同時代の資料に記された内容は一致していない。ビザンツの歴史家、ヨハネス・キンノモスは、イシュトバーンとラースローはゲーザと口論をした後、彼から非常に憎まれるようになったために亡命したと記している。一方、ニケタスコ・ニアテイスはゲーザは、 ラースローを愛しているというよりもむしろ嫌をしており、またラースローは、イシュトバーンの計画を恐れていたものの、それ以上に先に亡命したイシュトバーンがビザンツから、攻撃を受けていることに魅力を感じたためだと述べている。1162年5月31日にゲーザン2世は、母子15歳の王子イシュトバーン3世が王位を継いだ。ハンガリー国王の地位を重要視するビザンツ皇帝マヌエル1世は、 ラースロー兄弟のためにハンガリーの王位継承に介入することを決定し、キンナモスはマヌエル一世がハンガリーの法律では王冠は常に生存している兄弟に渡ると述べたことを記した。最初マヌエルは兄弟の内年少のイシュトバーンの王位請求の支援を計画していた。マヌエル一世の死者によって買収されたハンガリーの貴族の多くは イシュトバーン3世を進んで退位させようとしたが、マヌエル1世の区別とも思えるイシュトバーンの代わりに、ラースローを対立王に選出した。イシュトバーン3世の退官式から6週間後、イシュトバーン3世の支持者はカプバールの戦闘で大敗し、イシュトバーン3世はハンガリーから脱出して、オーストリアに保護を求めなければならなくなる。1162年6月にラースローは、 ハンガリー国王として戴冠される。戴冠式はカロチャ大司教未行によって取り行われ、イシュトバアン三世に忠誠を誓うエステルゴム大司教、ルカーチはラースローを三奪者とみなしていた。ルカーチはラースローを破門するが、ラースローはルカーチへの報復として彼を逮捕、投獄する。最初年代期ではラースローの在位期間について半年の間大位を奪ったと、 表現されている。ミューゲルンのハインリヒの年代記には、ラースローが、ハンガリー王国の3分の1と、公の称号を、弟のイシュトバーンに与えていたことが記され、さらにキンナモスの記録では、ハンガリー人の間で王権の継承者を意味する、ユーラムの称号がイシュトバーンに与えられたという。ラースローは敵対者との和解を試み、ローマ教皇アレクサンデル3世の求めに応じて、 クリスマスの日に大司教ルカーチを釈放する。しかし、ルカーチは、ラースローに屈服せず、オーストリアから帰国して、プレスブルクを占領した、イシュトバーン3世を支持する姿勢を崩さなかった。ラースローは、プレスブルクのイシュトバーン3世を攻撃せず、再び、ルカーチを投獄した。1163年1月14日にラースローは、没死、遺体は、 聖ケシフェヘールバールのバシリカに埋葬された。1160年頃にコンスタンティノープルに到着した時、ラースローはすでに妻に先立たれていたと考えられているが、妻の名前と出自については明らかになっていない。コニアテスにはコンスタンティノープルのラースローが高貴な地が流れる女性と結婚したと思われると記しているが、母国に帰ることを忘れず、妻の魅力によって、 国内の政治を破滅させることがないよう、結婚を控えていたと続けている。ラースローの娘は、ベネツヤ共和国のドージェビターレ・ミキエル2世紀の息子、ニコラス・ミキエルと結婚した。ありがとうございます。